マノコ墳群マノコ墳群の一真マノコ群は、福島県南相馬市鹿島区寺内、小池に所在する前方公園墳と多数の小園墳で構成される大規模古墳群である。別称としては、マノコ墳群 A 地区とマノコ墳群 B 地区とがある。1979年10月24日に、国の史跡に指定された。南相馬市鹿島区を流れるマノ川南岸の 貸し団球場に多数の小規模円墳が群集している。古墳群が立地しているところは、寺内矢座八幡林、大谷地,地区と小池矢座長沼地区であり、広さは東西3キロメートル南北1キロメートルである。かつては、八幡林古墳群、大谷地古墳群、小池玄古墳群と呼ばれていたが、史跡指定にあたって別称のように歌唱し、両地区で、 和の古墳群の名が付けられた。本古墳群の築造年代は、発掘された古墳から5世紀から6世紀と考えられている。広く知られている古墳には、A 築49号墳と20号墳がある。本古墳群は、大正末期に学会に報告され、1945年に発掘調査された。史跡指定に先立ち1974年、1975年、 当時の鹿島町教委の確認調査で現存する噴球は A 地区で24基、半海上のもの11基、B 地区では現存10基、半海上5基を確認した。これらが天井に失石指定されている。本古噴群はほとんどが直径10メートル前後の小型円噴で構成され、小型前方後円噴2基を含んでいる。中でも49号噴は、 噴球の計21メートルの円噴であり、また、2 5号噴は噴球長28.5メートルで、集合を持つ小型前方後円噴である。内部主体は、歴角、変形立穴式石室、箱式石管、横穴式石室である。49号噴の歴角内から斧、釜、層などの優れた、石製模造品が出土している。 25分の首レブに横穴式石室を模して作られたと推測される、歴角から自家刀、鉄拳、バグのほか混同創造魚杯が一層出土している。ありがとうございます。